よし、みんなで捕まえるんだって。また逃げられちゃった。二人とも静かに。あそこにブッダさんがいるのだ。次は驚かせないようにこっそり行こう。よし、こっそりこっそり。よし、あとちょっとだよって。ゆっくり行っても逃げられちゃったね。ダメだ、全然捕まえられないよ。二人とも、今度は後ろに岩谷さんがいるのだ。こうなったら仕方がない。全速力で行くぞ。ゴーゴーって。わあ、一気に姿が見えなくなっちゃったね。ここ、どこかな？わからない。いつの間にか森の中で迷子になってしまったみたいだ。それにもうお腹もペコペコで動けないよ。私も明日まで持たないかも。それになんだか暗くなってきたみたいだね。このままじゃモンスターも湧いてくるし、もう僕たちおしまいだよ。生き残るためには何としても食べ物を探すしかない。それじゃあもう一踏ん張りか。何の音だろう。もしかしたら何か食べれる生き物とかかもしれないよ。早速確認してみるのだ。この茂みの中から何かがこっちを見てるような気がするね。何の動物だろう。結構大きくない？もしかしたらクマとか猛獣かもしれないよ。クマの手は食べれるって聞いたことがあるよ。どっちにしてもこのままじゃ俺たち餓死しちゃうし、噛むしかなさそうだね。自然界において勝ってもいいのは狩られる覚悟があるものだけだよ。三人がかりで行こう。わ、弓矢が飛んできたよ。わ、確実に狙われてるね。全体このままだと私たちが狙われちゃうのだ。全速力で逃げるんだって。一体なんだ、何が起きたんだ。急に床が抜けたのだ。っていうかこれ落とし穴？まんまと罠にはめられちゃったんだ。でもこれって人間の仕業ってことだよね。ダメ、動物ができるはずないし、弓矢も撃てるわけないもんね。それじゃあさっきのは誰なの？ウホってお猿さん？いや、それとも人間？なかなか危ない際どい生物だね。何か言ってるみたいだけど言葉が全然わからないよ。これってもしかして原始人？原始人さあ、そうって思った君は。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あの毛皮を巻いた姿間違いないよ。ネアンデルタール人だ。全然わからないよ。なんでそんなことに詳しいの？何か言ってたよ。どうやらごめんねって言ってるよ。わかるんかい。謝ってきてるっていうことは僕たちに敵意はなさそうだね。これを使ってって言ってるよ。はしごで上がってこいっていうことなのかな。そういうことみたいでね。お言葉に甘えてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうやらこの人の名前は原始人っていう名前らしいね。なんだか原始人さんがバナオくんの方をじっと見ているのだ。バナオくんに興味があるのかな。今のは分かったぞ。私もきっと美味しそうって言ったよね。食べ物じゃないよ。そうだよ、食べ物のことを考えたらまたお腹が空いてきた。ついてこいって言ってるね。ついてこいって言われてもな、お腹が空いて力が出ないんですよ。もう動くことも限界。これをどうぞって言ってるよ。これは一体何の肉なんだ。どうやらマンモスの肉みたいだね。マンモスのお肉って一体どんな味なんだろう。いただきます。なんだこれ。独特な風味だね。原始人は一人でマンモスを狩れるようになった一人前みたいだよ。それに比べて私たちは牛さんや豚さん、鶏さんも捕まえられなかったのだ。マンモスなんて夢のまた夢というか到底無理そうだね。ひとまずもう暗くなるから原始人さんが作った安全な家に招待してくれるみたいだよ。どうやらここが原始人さんの集落みたいだね。他には誰もいないって言ってるね。
それに見たところすっごく荒れてるみたいだし、何かここであったのかな。奥に家も倒れてるし、荒らされたって感じがするよね。実は近くに凶暴な兄弟マンモスが住んでて、そいつが村を荒らしたみたいだよ。これでみんな出て行ったんだって。でも暴れたマンモスを倒して証拠の木を持ってきは、みんな村に戻ってくるみたいだよ。なるほど。倒すってでも一体どうやって倒すつもりなんですか？そのマンモスを倒すために原始人さんはいろいろ仕掛けを作ってるみたいだね。オイラたちが引っかかった落とし穴もそれだったみたいだよ。なるほど。原始人さんはそうやって一人で頑張ってるんですね。だけど巨大マンモス相手に一人ってなんだか大変そうだね。暗い話をしてごめん。家を案内するって言ってくれてるよ。こっちについてこいだって。しかしバノー君のコミュ力高すぎるな。まあおいらバナリンガルってやつだからね。なるほど。バナナ語と日本語とってバナリンガルってなんやねん。バイリンガルやるぐらい。まあそうとも言うよね。でそんなことよりこの家すごくない？いろんな恐竜さんの剥製があるよ。ティラノサウルスにトリケラトプスもある。これは一体どうしたんですか？どうやら原始人さんが全部倒したみたいだね。でも巨大マンモスと比べたら大したことないんだって。恐ろしいね。その巨大マンモスって一体どれくらい大きいんですか？それにこの牙、間違いなくマンモスのものだよね。ティラノサウルスの顔くらいあるじゃん。それにこれだけの量のマンモス肉が取れるってきっと想像もつかないくらい大きいのだ。この牙は子供マンモスの牙で、巨大マンモスはとにかくめちゃくちゃすごーく大きいみたいだよ。これ子供マンモスの牙なんですか？そんな恐ろしい敵と一人で戦うなんて心細いに違いないのだ。危険だから君たちを巻き込むわけにはいかないし、もう気にせずゆっくり休めって言ってるよ。なんて優しいんだ。さよなら、また遊びに来てね。やって。でもこのまま帰ってもいいのかな？心配だしね。どうする？元かもしれないけど困ってるっぽいしな。ご飯も食べさせてもらったしね。一食一般の恩義を返さぬままおめおめとは帰れないよな。私たちの命の恩人だからね。よし、決めた。原始人さんに協力しようよ。それがいいよ。原始人さん手伝うよ。仕方ないな。止めても効かないんだろうって言ってるよ。そういうことです。いつマンモスが現れるかわからないって言ってるよ。それじゃあ一体どうしたらいいんですか？あつら筋トレからみたいだね。あれからもう1ヶ月か。オイラたちずいぶんたくましくなったね。ポッピンズっていうかマッチョンズだね。そんなウホな。これって地震？すごい揺れなのだ。地下にいると危ないよ。急いで外に出ないと。マイちゃんと原始人さんも早く。どうやらマンモスが来てるみたいだよ。え、これ地震じゃなくてマンモスだったの？明日には村にたどり着く。どうにか戦闘準備を整えないとね。それなら1ヶ月間で準備したこいつを使うんだ。よし、マンモス対策用のアイテムがたくさん入ってるぞ。うっほー、これだけ入ってたらどんなトラップでも設置できるね。うほだね。それじゃあまずはマンモスが村から出られないように檻のトラップを作っていこうよ。それじゃあ早速仕掛けていくよ。よし、行くよ。僕とバナオ君で穴を掘るから、まーちゃんはそこにトラップを仕掛けていって。あやいさー。よし、それじゃあ早速掘っていくほよ。うほうほー。いざいざ、筋トレの効果が出てる。あー、これぐらいであっという間に掘れちゃうね。大量に仕掛けていくから、みんなも引っかからないようにするのよ。まーちゃんもウホつけてね。よしよし、いい感じに集落を囲うことができたぞ。これだけ全体に囲ったから巨大マンモスも引っかかるはずなのだ。これじゃあ次は弓矢連射器を作っていこうよ。
だね。この辺でいい UFO かな。襲ってくるマンモスはとっても大きいみたいだから、まずは高い壁を作っていこう。ウフン、じゃあ早速積んでいくよ。どのくらい積んでいけばいい UFO？ 弓矢を遠くまで飛ばすためのものだから、それぐらいあったら十分なんじゃないかな。よし、それでこれを拡張していこうよ。マッチョンズ、いや、ウーホンズの協力プレイなのだ。ウヒン、ウヒン、ウヒン、ウヒン。よし、いい感じにできたぞ。それじゃあ次はディスペンサーを掘って、弓矢を掘っていけばいいんだね。そういうウーホンズだよ。あとはディスペンサーにつながるように、こんな感じで回路をつなげていけば、これでよしっと。ディスペンサーの中にも弓矢を入れ終わったよ。同じく結構動きの弓矢連射機ができたね。あとは最後に原始人さんの家の前にクロック回路を組めば完成だね。よし、掘ってくよ。掘らないとマンモスが来ちゃうかもしれないからね。確かに、早く急がないと。じゃあ早速ここにコンポネーターを置いて原産モードオン。あとは横から回路つないで、この辺にレバーをはぬ。これで完璧、ウホック回路完成。よし、それじゃあ続けて今度は床にファイアボールを仕込んでいこう。よし、それじゃあまたホリホリしていくよ。我にかかれないように気をつける方よ。最後にとっておきのトラップを仕掛けるから、マンモスに逃げられないようにファイアチャージで誘導するんだ。穴を掘り終わったから次はディスペンサーを置いていくよ。中にはファイアチャージをオンしていくのだ。上に間伐板を掘っててね。うほう、これで間伐板を上に乗せたらファイアートラップの完成。ほう、これだけあったら絶対もう外には出れないよね。よし、あとは最後に原始人さん直伝の最強の落とし穴を作っていこう。よし、それじゃあとにかくウホウホしていくよ。とにかく、とにかくウホウホするんだよ。ウホとにかく、とにかくウホウホだよ。ウホりまくるのだ。ウホウホスピードで掘っていくのだ。筋トレの成果を見せる時だよ、バラオ君。おいらの鍛え上げた上腕に時は誰にも負けないよって。あー、よしよし、いい感じに深く掘ることができたね。だね、それにこの大きさなら巨大マンモスも入るはずなのだ。ひどい目にあったよ。おかげで体が絞れちゃった。本当に早く落とし穴を作らないと。だね、バナオ君の上腕二頭筋が限界突破してるけど、ここにあえて触れないでおこう。よし、作るぞ。まずはひとまず穴を掘って粘着ピストンを設置。さらにその裏にレッドストーントーチをつけて。よしよし、いいぞいいぞ。よーし、看板を取り付けていくよ。そしたらその上にカーペットを敷いていけば、落とし穴のカモフラージュは完璧だね。雪と同じ色だし、全くカーペットってわからないのだ。なんとかカモフラージュは終わったね。あとはマンモスが踏んで作動するように感圧板を敷いていかないとだね。自分で踏まないように気をつけるウホよ。ウホ？バッチリウホだね。よし、それじゃああとはマンモスが来るまで待っていようよ。ついに決戦の時ですね、原始人さん。うほー、山の上を見ろって言ってるよって。わー、超巨大マンモスがいるじゃん。あんな遠くにいるのに、あの大きさ。まるでマウンテンじゃん。ほぼ山と同化しちゃってるよね。それにこっちに近づいてきてるぞ。どんどんこっちに来てるけど、オイラたちのトラップは効くのかな。1ヶ月作戦会議したんだし、きっと効くはずなのだ。わー、もうちょっとでケージトラップに差し掛かるよって。わー、体の半分から後ろが引っかかったみたいだよ。で、抜け出ちゃったじゃん。なんて怪力なの。さすがあれだけのサイズのマンモスなだけあるのだ。よし、こうなったら指輪連射機を発動しちゃうよ。バラ君、お願いします。どう、指輪連射機の様子。おー、めちゃくちゃ当たってる。嫌がってるけど、でも倒れる雰囲気はないぞ。そんな、どこか逃げようとしてるねって。後ろもダメ、横もダメ。となるとこっちに来るしかないよね。ってわー、落とし穴が発動したよ。あれ、落ちない。ってわー、巨大マンモスが奈落に落ちていったぞ。やったー。って、原始人さんが何か怒ってるよ。どうしたんですか。マンモスを奈落の底に落としたから証拠がなくなったって言ってるね。これさ、村の人が帰ってこないって怒ってるよ。
そんなウホな。パオン、パオン、パオンじゃなくてピエンだよ。この役立たずって怒ってるよ。ところで原始人さん、今まで何やってたの？管理監督者で見てただけって言ってるね。ってあんた何もしないじゃないか。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。 Twitter と Instagram もあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。